テヨルクルジャヌザコフ、キルギス語、ゼー、トルコ語、ターアクールアヌシクグルー、ロシア語、税、1893年から1921年は、ソビエトの政治家。1916年に、ソビエト自治社会主義共和国中央執行委員会の副会長、トルキスタンの主催者の一人、反トルコ運動の指導者の一人、秘密の政治組織、国民連合のメンバー、 ジャヌザコフとトルキスタントラルリスクロフの結出した政治家は子供の頃から友達でした。彼らは一緒に1909年にメルク寄宿学校を卒業しました。最高の卒業生としてテヨリョクルはトルキスタン総督の政権によって通訳として受け入れられました。ドミトリー・フルマノフの日記からの抜粋を参照してジャヌザコフは16年目の暴動に 積極的に参加し、そのリーダーの一人でした。ソビエト時代には、ジャヌザコフは1916年の放棄の参加者である難民委員会の創設者と議長を務めました。彼は、サリスト政権の懲罰的な運営に苦しんでいた地元住民を税金から解放し、膨大な金額と、その他の重要な援助手段をトルキスタンの人口に割り当てました。 彼が持っている力を使用して、ジャヌザコフは、同時に、地元のキルギスに対する注意と、薄くクール警告のクラーク人口の偉大な力の態度の最も暴力的な現れを調査するために、仕事を組織します。従って、1916年の残忍な殺人事件の捜査の結果、537人の非武装キルギスの人々ビラバードシキー村の近くに、いる老人、女性、 子供たちがこの犯罪の主催者によって処刑されたと宣告された。中国から帰国する難民を支援するために当局が取った措置を実行するというジャヌザコフの決意のおかげで彼らはすぐに元の所有者に放棄の間そして直後に土地が占めた土地に戻った。しかし後に彼の同胞の状況を改善することについての彼の懸念は土地政策の歪みとして解釈されました。 トルキスタンやアスルの軍事的及び政治的リーダーシップの間で多くの問題に関して矛盾がありました。特にバスマチ運動の最初の2年間合意は得られませんでした。政治的指導者はトルキスタンのバスマキズムとの戦いにおける誤りと常用金に対する軍の批判を許した。彼らはバスマチ運動に対する闘争、市政と暴力の数多くの事実、 一般人に対するレッドテロの断固たる決議から成り立っていた。トルキスタンの旗彼は1920年9月にバクウで開催された東部人民会議に出席し、そこで彼はフロアを持ち、ムスリム社会主義組織であるアークの法令の作成に関与するようになりました。9月5から7日に開催されたサマルカンドトルキスタン全国連合会議では、 24項目からなる社会の不足とトルキスタンの国旗が承認されました。トルキスタンの国旗を準備する委員会では、ジャヌザコフはムニアババーカリとゼキベリディ・トガンと他の少数の個人と共に奉仕しました。国家解放運動への参加と並行して手よりょくるジャヌザコフは科学研究に従事しました。ジャヌザコフは彼が28歳だった1921年に、 チーカ当局によって撃たれました。トルキスタン共和国チェカ全県代表の報告書、ヤコフ・ピーターズ1921年11月17日のチェカの幹部会に、私はその問題について真剣に考えている。私たちは逮捕者の一人を募集していました。彼に逃亡の機会を与えてください。そして彼は、現在最もバス町にいるフェルガナにいます。このケースでは、 おそらく最も責任ある役割を果たしているザヌザコフ報告で述べたすべての時間はバスマチと一緒にファーガナにいた私はエージェントにどんな価格でもザヌザコフを捕まえるように指示しこの目的のためにかなり大きな金額を残しました最初の試みは失敗しましたザヌザコフは捉えられましたしかし途中で途中で示して途中で示して 短い簡潔な見方をしていました。しかし我々は戦いに参加することを許しましたかは。別の日に私はコムから電報を受け取りました。H メンズ、彼は彼の論文、ユルミスト事件に関する非常に貴重な対応を見つけることに成功したと彼は分離によって殺されました。そして我々は彼の死体だけを受け取りました。言及された人々が イギリスの人々のところへ行くのを逮捕する前でさえも、私たちはトルキスタンのウルミスト組織の存在を知っていますが、すぐに疑問が生じました。この組織はいくつかの組織の要素を捉えましたかトルキスタン共和国の国家安全保障機関の歴史から、資料及び資料の収集、1918年から1924年に、モスクワ、1971 P130 ありがとうございます。